シルキーパスのような類のものが出れば、そうですね、少し長い足のボールが出てしまいました石川です。それにしても前半45分後両チーム動きを止めることがありませんでした。後半立ち上がり5分までは鹿島ペースでしたが、奪って石井東京のカウンターというように両チームが息をもつかせる展開依然として続いています。サイドから崩す鹿島、流れたボールはゴールキーパーショートです。それでは FC 東京を改めてメンバー見ていきましょう。 FC 東京の後半のメンバーの交代はありません。右徳永、左長友、センターバック森和佐原、今野、羽生、梶山がトリプルボランチのような格好です。石川右、カボレ左、平山ワントップ、その平山がボールを受けようという今の長いボールでした。今日の平山ワントップ、前半も生き生きとしてプレーを続けていました。一方の鹿島アントラーズはメンバーの交代があります。赤い色マルシーヌが投入されまして本山がアウトしました。コールキマルキウムスコール長の2トップ。さあ鹿島アントラーズのチャンスはドリブルから自分で行くのか、出してマルシーヌ受けてシュートを放ったが枠を捉えなかった青木、ね、青木悔しがってジャップ頭を抱えました。自信あったと思いますよ今のは。長いドリブルからマルシーヌへ、マルシーヌから戻したボールに来たのが青木でした。ボランチコースは来てるんですよ、浮いてしまいましたけど自信あったと思うんですよね、青木は。かなりねキックには、ね、自信持ってますからね。この青木1週間に1試合のペースになったところでいいものを出せる状況になった自分たち、今ですから自分たちがそのいいものを出すか出さないかなんですというふうに話をしています。練習でいい形ができればそれが結果につながっているという現在の状況、今週もいい形で練習ができましたと、その練習の質が結果につながるんですと手応えを語っていた青木です。土井さん、はい、ここで両監督梶山狙うかどうか、横に出す羽生、羽生から出た、うん、チャンス、平山、よく今井ノ原ですかね、井ノ原が戻りながらの守備です。梶山から出たボール、平山の足元、コントロールも平山良かったですよ。そうですね、これは井ノ原ファインプレーだね。背後から前に回り込んでボールを奪った井ノ原です。フルス対決井ノ原。さて新井さん、はい、両監督のハーフタイムの指示をお伝えします、はい、まずは FC 東京の城福監督ですが、守備は集中できていると、ディフェンスラインの上げ下げ、これは危ない、マルキーヌス狙ったがこれは吹かしてしまいました、長友かぶったボールでした。お願いします、はい、ディフェンスラインの上げ下げをしっかりとやる、そして攻撃ではサイドのスペースをうまく使うように選手たちに指示を出しました、はい、一方の鹿島アントラーズオリベイラ監督ですが、セカンドボールを相手に拾われているので中盤のバランスを修正すること、そして相手陣内へボールを運んだときはもう少し落ち着いてボールを回そうと選手たちに指示を出しました。そして前半で交代した本山選手なんですが、はい、痛めた腰を現在治療中ということです。腰ですか、はい、前半途中でピッチにうずくまって座ったシーンがありました。その本山に代わってマルシーニが投入されている鹿島アントラーズです。オリベイラ監督はセカンドボールを取れるように中盤の位置を修正すると語っていますが、平山狙うかどうか、平山狙った、今の早いリスタートの中から相馬さん、はい、短いフリーキックを平山に出して平山がミドルベンチからのシュートでしたね。そうですね、だからそのシュートの意識というのは非常にいいと思いますよね、うん、長友です、長友日本代表の内田から今度を経由して梶山が横に出した、右サイド徳永、7人人数をかけている FC 東京、石川、カボレ、クリア、それが一転してカウンターになるかどうかで鹿島アントラーズ、もう一回 FC 東京中に送り込んで長友、中盤での激しいボールの奪い合いは FC 東京が奪うかどうか、流れたボールはラインを割っています。スローインは FC 東京、ここでプレーが止まりました。倒れているのは日本代表のサイドバックの内田です。今日は城福監督が左サイドバックに長友を入れました。その長友を入れて狙いというのはこの内田とのマッチアップがあるからというように狙いを語ってくれました。日本代表でお互いに長友と内田は競争し共存しているということ、その長友です。マルシーヌを守備に行きました。コーナーキックを奪いました長友、後半10分0対0です。この長友と内田が日本代表で共存し競争し合っている、
だからスピードで J でも1、2を争うトップレベルの攻め合いを長友には制してほしい。だからこそわざわざ対面する形で左サイドに今日長友を置いた、そんな狙いを語ってくれましたジョーク監督です。クロスボールシュート、狭いところでした金田さんですね。石川のボールも本当に良かったんですけど、やっぱりディフェンスをゴール前で振り切るカポレの動きですよね、あの一瞬のスピードで相手をぶっちぎってそこにピンポイントで合わされたら抵抗しようがないですから、あとはカポレの精度のシュートの精度にかかってきますからね、今のは高かったということですね。そして左サイドの長友が奪ったこのコーナーキックから結果的には相馬さん、点につながりました。そうですね、それで勝負していったってことですよね。それに加えてですね、今ねショートコーナーをしてですね、ニアポストに立つべき内田が引き出されてるんですよね。それによってあのシールコースも空いてるんですよね。そういう側面だったわけですね。カボレは後半11分です。